します。最初に10年からすごい感じなんですけど、本当にすごい試合時間だなという印象なんですけど。いやもう長いイメージしかないね、このシリーズは。いや、こんだけ延長ってのは記憶にないもんね。ああ、いないですね。長い !5 時間43分おい、じゃあこれで引き分けがこれね、第8戦、その前に、ね、監督会議でミーティングしたのよ。お前らこれでいっぱいいっぱいで、これあと引き分けが2つ3つあったらどうすんのって。じゃ本当になりそうになったでしょこれ。はいはいはい。で、もうないんだよ、この後、8戦までしかね。はいはい、この後 の日程上何も組んでないんだよ。もう他のところ、いろんなイベント入れてたからね。あ、そうか、この時15回だったんですね。何の15回ですか。いや、もう、そうだよ。延長3回はあったんだけどな。これは、ね、岡田にさ、宇宙海に前進してるの抜かれたんすよね、カッパ。3ですか、なんか、勝ち越された。すごいな、ほんとに。12点も取ってますよ。こういう勝ち方はあんま良くないですよね、日本シリーズでね。点取って勝ちすぎるのは。これ引き分けで、だから延長は1勝1敗1分けってことですね。え？第6戦は引き分けで。これ引き分けだよね。引き分け。ロッテって3位から来たじゃん。そうそうそう、下克上ですよ。その前にうちもやってるからね。ああ、そうか。そう。日本一になった時はね、中日がそうだったから。で、そんな、そういうのはね、多少嫌だったね。この年から、アレクサンデルさんがコンバートしたっていう年もあったんですけど。10年、はい、あ、そうなんだ。別に、まあ、そんな大きくあれはなかった試合になればね、それが出たとかっていうものはなかったけど。二遊間変わってな。周りはあれはちょっとびっくりしましたね。二遊間変えたのちょっと大丈夫かなっていう。それはちょっと不安はあったですね。ずっとやろうと思ってなかったでしょ、でもあれは。あ、そうっすか。俺もそう、あのままだったらどう見たって、あのね、今だと場所は違うけど、それをやったことによって生きてくるんだっていうことはなんか言ってたような気がしたからね。でも結局すぐ書いてあるの。一年やった？いやー。やっぱり荒木もやっぱね、セカンドずっとやってる人間がショートにしんどいですもんね。そうそうそう、すぐ書いてあるよね、でも。はい、俺もそう思って。でもやったことによってまた違うものは、荒木も今だもう分かったと思うけどね。そうだね。キャンプでいきなり言ったもんな。印象に残ってる試合とかってありますか？10年？はい。やっぱり最後のゲームか、これ。延長のさっき話したけど。でも結局2勝4敗でしょ？そう、結局2勝しかしない。2勝4敗1分けですよ。俺、この試合はね、俺、第7戦まで行ってるから、はい、3勝3敗ってずっと思ってたと、3つどこで勝ったのかなと思ったら、はい、勝ってないんだな。結局それが3勝3敗でこう、そうね、7戦のこの試合、8対7だったら痺れてるんですよね。もうあれちょっとね、あの岡田に打たれたの未だに残ってますよ。宇宙間にね、スリーベース。いや、3人ぐらい投げた。誰が？浅尾さんが。そう、浅尾は投げてたね。はぁ。帰るつもりやだっつ、投げるっつって。だったもう寒かったのが寒かったっす。すごいそれが残ってんだ、寒くてね。そうそう、雨降った時もあったろ、はい、あったっす。寒かったっす。まあ、この試合。ちょっとこれ日本シリーズにしたら大味すぎますよね。うん、まあ、引き分けはあったにしろですよ。接戦、まあ接戦にはなってるけどね。そんなに、打ち合いだもんな、どっちかと。打ち合いですね。11年とはちょっと全然違いますね。うん、ちょっとこういう戦いしたらやっぱり要はダメですよね。うん、だから負けたんじゃない？中日としてはね。そう、中日のやる手法じゃないよな。うん。だからやっぱり。勝ちパターンではない。11年に落とした方が悔しかったな。悔しかったですね。
こんな試合ですよ、やっぱり。らしいのね。2対1、2対1。それも延長延長でスタートだもんな。それも勝ったやつ3試合が全部2対1ですよ。それも敵地で。敵地で。いやー、これもほんと最後どうなるかと思ったけどね。これ名古屋ドームのこの、ね、第5戦ですよね。第5戦ですよ。はい、そうだよな、これな。1、2、3。ここは勝てるって計算だったんですか？名古屋。まあ普通はね、そう考えるでしょう。ノーアウト満塁ってやったのが5戦ある？ 4戦？ ああ、点取れなかった時？うん。あれ5戦じゃなかったですか？第4戦。森福か。森福。ノーアウト満塁。ああ、そうだ。第4戦。それを勝ててたんだよなって言ってんで、いつも。そしたらあの時グスマンを返しちゃったんだよ。ドミニカに日本シリーズにはもう出れないと思って。はぁ。で、グスマンはこの、前に帰ってウィンターリーグで自分の仕事を探していいよって返しちゃって、後になって、うわ日本シーズンにいたら息の代打で全部使えたなっていう話はしてたんだよなと思って。取ればサヨナラだったもんな、あれ。ああ、森福、ああそうかそうか、野本に変えてピンチした小池三振、小池平田が浅いレフトフライ、そうそう、ああ、そうか、そうか、そうか。一つ帰って、名古屋に帰ってきてたら、全然違ったよね。そう、一つ勝ってればね、その勢いで、そのまま名古屋で勝ったかもしれないですけど。うわ、3勝3敗になったんだろうな。そう。7戦か。そうだよね、7戦。山井さんが先発。そうよ。ああ、忘れもしないな。7戦、何回だったっけな。まあ、もう一度完全試合やれとは言えねえしな。最後の、落合体制最後の試合で、福岡がものすごいドラゴンファンが結構来たとかって。ああ、そう。盛り上がってた試合だったよね。でも、試合は全部来てたけどね。人入ってたからあれだけど。で、戦う前からもう監督も俺らも全部もう、そう、ユニオンも脱ぐっていうのは決まってる戦いなんか、そんな、前代未聞でしょ。もし、それじゃなかったら、あれ、逆転もできねえよな、普通。9.5、10ゲームやな。はあ、しかしもう、意地でも優勝しようって言ってましたもんね。そういうふうに。意地で。そう、もう絶対これでね、俺らユニオンも脱ぐんだけども、最後っていう気持ちでこうやったんですけど、最後及ばなかったなぁ。そう、2対0で負けて5回ぐらいにこう、平田がこう、ノーアウトランナー一塁で、バッター藤井で、あの、エンドランですよ。なんかあった、あれサインミス？そう、藤井打たなかった。そうだよな、あれ。ノーアウトですよ。そうだ。俺サイン間違ったかなと思いながら考えて、平田走ってるから。そうそう、俺も、俺だと思った。そうそうそう。なんかやるなぁ。なんかやる。やっぱ9月の監督の辞任が発表されてから変わったんですか？あの時ね、東京ドームで、ジャイアンツに負けてる時だな。負けた時に、もうゲーム差が7ゲーム、8ゲーム、その負けてね、一気に10ゲームぐらいになって、ヤクルトが首位だったかな、あの時。で、前ジャイアンツの時にヤクルト。その時に、球団代表、社長とあたりがなんか、負けてて万歳したとかっていう話が出てきてね。はいはいはい。そんな話がまた落合の耳に入ってどうのこうのになった時に。私が本当に出たから、ああ、それから、もう言われたらもうやめる。それはもう言われたらもう終わりだし。うん、でも俺たちはまだ残ってるね。試合があるから。その時にヤクルトが雨流れと、その、あれが震災、7試合ぐらいあった時ですね。そう。震災で遅れたのよ。はい。で、開幕始めの方にも神宮を終わっちゃったのよ。うん、早く。残りのやつが全部戻ってきて、それと雨流れと。あれね、7試合、7試合。そうですよ。いっぱいしかしない。4連戦、そうそうそう、いっぱいだけ。いや、それも、あ、富山ですよ。試合ね。
雨降ってて、いや、これは絶対、本当の戦いが後に来るからっつって、中心にして。早めに中心にしちゃって。そしたら晴れないって試合できたなって感じだった。その1試合が4連戦と3連戦。4連戦だった。そう。そしたらそれ1つしか負けなかったから。一緒になって、まだその、うちがヤクルトやる前に、ジャイアンツ戦なんかうち、ジャイアンツに3連敗かなんかしたろ。はいはいはい。うわ、これでもなかんだろうったら、向こうもそ一緒になって負けてたの、はい。あ、いや、まだチャンスあるじゃん。チャンスあるそれからだもんな。ヤクルトだったから、まだなんかいけそう。そう、うん。あの時ジャイアンツだったら、もう、まだ、そういう展開には残り試合は違うもんね。うん、いや、本当にすごい。そういう風になったからびっくりした。うん、なったね。持ち主さんもそういう、絶対こう、もう一回絶対来るから山があって。そう、見事に、ヤクルトとばっかり試合してましたもんね。そうだよ。ヤクルト3試合で1日やったら。それも全部ホームだったですから。そうなんだ。ね。そこなんだ。これが大きかったですよね。だから先のドームの試合が、ヤクルト戦が、あのね、震災のあれで、伸びて、開幕が始まった方が、向こうから始まって、早く終わっちゃったんだ。神宮じゃ全然勝てなかったでしょ。勝てない。ね。本当勝てない。神宮じゃ勝てないですか。すんごい、あそこで、変数やじられながら。いや、あの思いしていつも球場後にしてましたよね、あそこ。まあ、今になればさ、こういう思い出もあるけど。岩瀬と、病の日本シリーズばっかり聞かれるからね。ああ、そうですね。こっちの方ってあんまりね。本当ですよ。でも、俺ここ、中日来て初めてだもんな。こうやって勝ったもんな。全部負けてんだもん。日本負けた。ロッテ、西武、ソフトバンク。で、やっとあの日本ハムに2回目で勝ったぐらいだろ。それだけで、あと全部負けてんだよ。あ、そうなんすか。中日は。あ、日ハムにあの時勝った時。中日は、日本ハムはあの時は2回目だから。負けてんだ、先に。あ、西武でも勝てなかったんですか。セーブ勝ってないよ。あれは誰？伊藤の時か。一回だけだよね、セーブはね。2004年だけだよね。あの、ピッチャー変えないで丸いホームラン打たれた。思い出させた。あ、お前いないか。いないです。そう。いないですよ。この前のあの、立浪じゃないけど、あの、ラインまたいで、はい、これもう帰ってんのに。はい。いや、違う、俺がマウンドじゃなかったね。はい。落合さんがマウンド行ったんだよ。はい。で、帰るつもりなのに、うん、帰ってきちゃった。ライン叩いちゃった。うん。そのまま、はい、続投、あ、カポーン丸いホームラン。あれね、まだね、まだ立浪が現役でやってて、立浪と、誰だね、内野手、谷繁もいたし、みんな内野手集まってる時に、うん、岡本だったんだ、岡本だったんだ。で、もう、高橋に変えよ、うんうん、変えますよ。OK、やっちゃう。監督行ったのよ。で、高橋ももう、出かかってんのよ。そしたら監督と話して。何を間違ったのなんか話してるうんうんってうなずいてたから、はい、こうやって、こっち降りてきたから、はい、俺、電話で、あらと思ったら、みんながこれで行こうって言ってから、って言って、ね、なんかこれで行こう。したら、カーンって垂れちゃって、まあ、誰ですか？カブレラ。あ、カブレラ。満塁だもんな。あの時は満塁ホームランが、ね、谷繁が打ったんだよね。打ち合い、満塁ホームラン。そっか、あの時、石井隆が、はい、次の年から西武に来る、あ、中日に来るよってやった。うん。隆が絶対。あいつは MVP なのだから、あれが、もう、あの時俺たち見に行ってたんだもん。ソフトバンクとの試合を。はいはい、そうですね。うん。絶対ソフトバンクが勝つと思ってた。はい。はい、そしたら、それまで勝ったことない石井が、シーズンに入ったら絶好調になった。そう。で、もういらない。石井隆はせ、中日空女だったら、ね、MV 取ったら、もう球団が。出さない。そうでしょうね。なんやそう。そうそう、あいつ MVP だよ。それ全然ダメだったけど。そうですね。誰とトレードするの、ね、そういう時もありましたね。でもこれ日本シリーズらしいですよね。ベース見るとね、やっぱりこんなね、ピリピリしてるでしょ、これ全部。あ、この時も強かったもんな。